どうもこんにちは、ドンコメです。今回はですね、先に動画の内容入る前に宣伝をさせてください。これは案件とかじゃなくて、今回の動画の内容を説明する上で必要となるので、まず先に触れておきたいと思います。今表示させているのは東急の急スキップという乗り放題乗車券半額キャンペーンのページなんですけれども、実はこれ8月30日からやってたんですけれど、正直気づいてなくてですね、今更になりますがちょっと紹介したいと思います。例えば東急線ワンデーパス740円が370円、東急の電車全線が1日乗り降り自由となるこちらがなんと370円で買えちゃいます。それからバスも乗れる方の1日乗車券、これが半額になって520円。安くないですか？どのぐらい破格かというとですね、東急で渋谷から横浜へ行く場合、片道360円なんですね。渋谷横浜の片道に10円出せば1日中全線乗り放題になっちゃうんですよ。バスの方も渋谷横浜360円で、今1乗車バスが230円なので590円。そうするともう片道だけで元が取れてお釣りが来るんですよね。こっち使った方が安いというとんでもないバグが起きていました。で、自分が気づくのを遅れてしまったせいで申し訳ないんですけれど、こちらのキャンペーン9月30日までとなります。あと1週間もないんですけれども、もし沿線の方で今まで知らなかったよという方、ぜひ利用してみていただけたらと思います。こちらですね、急スキップ会員登録が必要です。すぐ済みますので。それからスマートフォンなど使って乗車する際には QR コード表示する必要がありますので、スマートフォン電池切らさないようにご注意いただけたらと思います。さて、こういったお得な乗車券がありましたので、ちょっと自分、東急を使ってお出かけをしてたんですけれども、その中でですね、ちょっと最近気になったニュースが一つありまして、ちょっとこれを調べる上で活用しようかなと思ったんです。 NHK のニュースですけれども、横浜市営バス平日1日250便以上、来月からさらに減便へというニュースがあります。これは最近結構深刻になってきてるんですけれども、横浜市営バス最近減便がすごいんですよね。で、秋のダイヤ改正でも平日1日あたり250便以上さらに減便すると発表しています。で、この中でですね、これ載ってなかったか。これカナロコですね。この中で最も便数を減らすのは、青葉台駅から若葉台中央を運行する65系統で、1日210便から185便に変わる、つまり25便減便するという発表があったんですね。で、青葉台から若葉台中央なんて、青葉台東急の駅ですね。これの状況ちょっと見に行こうと思いまして、先ほどの急スキップの乗り放題券を使って、青葉台駅に行きました。青葉台駅から東海市場駅を経由して、若葉台中央を結ぶ、この縦の路線っていうのは、鉄道空白地帯でして、非常に本数の多い路線です。若葉台中央って、若葉台団地があるところなので、結構利用者が多いところなんですが、その中でも65系統をちょっと減らさないといけないという状況に陥っている横浜市営バスの路線図に切り替えました。ここが青葉台駅、右上のここが青葉台駅でして、JR の東海市場駅を経由しまして、終点の若葉台中央はここ、左側のここです。で、この中で23系統が青のルート。これが一応メインのルートですね。で、それ以外にも、55系統と65系統っていうのがありまして、これも青葉台と若葉台地を結ぶ路線なんですが、経路が違うんですね。東海市場駅から先のルートがですね、ちょっと異なってまして、で、65系統っていうのは途中まで55系統と同じルートを通って霧ヶ丘公園を経由して一瞬23系統と顔を合わせるんですけれど、さらに遠回りをして若葉台をぐるっと回ってから若葉台中央に入るという、そういう路線なんですね。ちょっとね、変わったルートなんですよね、65系統は。で、実際ちょっと時刻表も見てみましょうか。今映ってるのが23系統、東急バスの方の青葉台発の時刻表です。だいたい1時間あたり2本から3本走っています。で、今度はですね、横浜市営バスの方の同じ23系統の若葉台中行きのバスを表示しております。で、こちら見るとですね、1時間あたり5、6本走ってるようなメインな路線であることがわかります。東急と合わせると7、8本走ってるんですよね、1時間あたり。
で今度65系統の方を見るとですね、こちらもなんとですね1時間あたり5、6本走ってるんですよね。65系統の中でも地区公園経由と保育園前経由っていうのがあってですね、若葉台に入ってからこのこっちを行くルートとこっちを行くルート2種類あるんですよね。まあ、それだけ65系統ってなんか複雑な路線なんですよね。とにかく横浜市営バスは始発着駅が同じ路線の23系統と65系統で1時間あたり5、6本走るバスを2つ持ってたんですね。さらに、まあ、市営バスの場合は55系統。こちらもですね、だいたい1時間あたり2本から3本走らせる路線。特に青葉台と東海市場の間だけで見れば、市営バスだけでも1時間あたり12、3本ぐらい走らせてるような路線だったわけです。で、さらに東急バスも走ってますから、まあ1時間あたり14本、結構な本数の走る区間だったんですよね。それだけ本数が走ってた路線であることを考えれば、まあ横浜市営バスとしてもここの本数ちょっと減らしたいなと思うのは自然な流れかなとは思います。そういった中でですね、今度この青葉台駅と東海市場駅の間に東急バスの青葉台営業所っていうのがあるんですけれども、そこに行ってみてちょっと気づいたことがありました。こちらをご覧ください。こちら東急の青葉台営業所の門のところから撮った写真なんですけれども、連接バスがど真ん中に止まっております。こちらですね、まだ運行し始めたばかりのタンデムライナーという日野自動車の連接バスになります。実はですね、この日営業所を見たらですね、これ今真ん中に映ってる車両全部連接バスです。で、6台導入されたんですけれども、なんと6台とも車庫で眠ってたんですよね。おーと思っちゃって、ちょっとこれ一番左の資料だけ映ってないんですけれど、ここにある車両全部連接バスです。でせっかく導入された連接バスがですね、1台も使用されてなかったんですよね。これ日曜日だったんですけれども、こんなね横浜市営バスで減便騒ぎが起きてる中、そのど真ん中にある営業所の中では使われてない連接バスが日中眠ってたわけなんですよ。6台もあるのに。じゃあこの連接バスってどこで使われてるのかというとですね、青葉台から日体大へ行く路線に使われています。これ61系統っていうバスです。青葉台駅からですね、この青い線ですね、横浜美術大学を経由してこの日体大まで行くバスなんですけれども、そのうち朝夕の急行便にこの連接バスは使用されています。ですので急行なので途中の区間はすっ飛ばしてですね、横浜美術大学と日体大のみで停車します。でさぞ活躍してるんだろうなと思っていたんですけれども、どうやらですね、本当に朝夕しか走ってないみたいでですね、朝3本夕方4本しか走ってないようなんですよね。朝はですね、8時半から9時の間の時間帯に3本集中して走っているようでした。日体大着いたらもう回送で戻ってしまうようで、日体大発の急行は朝はありませんでした。本当に片道運行だけで3運用必要なんですね。逆にですね、夕方はもう似たような感じでですね、15時台から17時台にかけて、まあ、概ね30分に1本間隔で4本急行が走るようです。で、これもですね、片道運行で青葉台からは回送できてるみたいです。おそらく夕方に関しては1本だけで回せるダイヤになっています。朝は3本使って、夕方は1本使う、そういう運用になっていたようでした。まあ、それでも車両6台ありますから結構余裕ある運用だったんですよね。ところがですね、なんとですね、この急行便、減便されるらしいんですよ。驚いたのがですね、まず朝、急行1本だけになるようです。それもですね、結構遅めです。ですね、9時台に1本だけになるようです。で、夕方の方なんですけれども、こちらもですね、半分になります。ちょっと遅い時間なのか、16時半から17時の間に2本集中的に走らせるようになったようです。で、こっちはですね、1本で回すにはちょっと間に合わないような時間になっておりまして、2本使う運用になっているようです。ということはですね、今までのダイヤだと朝は3本、夕方1本っていう運用だったのが、朝1本、夕方2本という運用状況になりました。結構それでもまだ余裕があるので、別の路線に1本ぐらい使うような
運用ができるようになってるんじゃないかなと思うんですね。しかもこの日体大の急行便って土日運転されないので、相変わらず土日は車庫でちょっとお邪魔虫になってるような状況が続くんですね。でそんな中で横浜市営バスの65系統の減便っていうのが起こるので、もしかしたらこれ若葉台中央の路線に入れるんじゃないかなという予感がしてるんですよね。ただでさえですね、青葉台から若葉台中央の路線バスというのは3つの系統で、まあ、毎時10本以上運転するような非常に利用の多い路線ですし、横浜市営バスが65系統減便をするという状況で、需要に供給が間に合わない状況になるのではないかと考えられます。そんな中で東急バスの方で持て余している連接バスがあるわけですから、これはもしかしたら青葉台から若葉台中央への路線に連接バス投入するんじゃないかなとちょっと読んでおります。ただでさえ日体大の方で運用に余裕ができているので、なおさらですね。そうだ、東急バス10月1日にダイヤ改正するそうです。さっき話した減便っていうの10月1日からなんですよ。こんだけキンキンなのにまだホームページにダイヤ改正のお知らせ出てなかったんですよ。そんだけ結構急に決まったんじゃないかなと思います。ただこのダイヤ改正に関してはもうすでに時刻表反映されてたので、東急バスのサイトから、日付を合わせて検索すれば10月1日以降の新しい時刻表も表示ができます。まあ、そういったところから情報を得たんですけれども、不自然に連接バス余裕を持たせてる運用になっているので、もしかしたらどこか今までと違う場所で使う予定ができているのかもしれません。まあ、そういった動向にも注目していただけたらと思います。この動画が良かったと思っていただけましたら、いいね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。